人と動物の共存関係は古く、8000年前の遺跡では犬と人間が共に埋葬されていたという事実も残っています。日本でも古くから家畜として、または愛玩動物として、さまざまな動物たちが人間と共に暮らしてきました。その姿は歴史を彩る絵画や文学作品の中にもたびたび登場し、人々を楽しませてきました。ここ文京でもゆかりの文豪たちの作品や錦絵、地名や坂道の名前として、さまざまな動物たちの姿を見ることができます。文京区の歴史や文化財をあらゆる世代の方に伝え、郷土に対する愛着や関心を深めるお手伝いをしている文京ふるさと歴史館では、現在平成30年度収蔵品展として、動物が登場する文京区ゆかりの資料を展示した文京生き物大集合生息地は博物館を開催しています。今回の文京ロマン紀行は、こちらの収蔵品展をご紹介しながら、今も文京区に息づく動物たちの足跡をたどります。まずはじめは、文京区ゆかりの文豪夏目漱石の作品に登場する猫の姿を追ってみましょう。猫がモチーフとなった作品として、文豪夏目漱石が執筆した名著吾輩は猫であるがあります。吾輩は猫であるは、吾輩は猫である、名前はまだない、どこで生まれたかとんと見当がつかぬという書き出しで始まる、中学校の英語教師である陳のくしゃみの家に飼われている猫である吾輩の視点から、人間社会を描き、明るいユーモアと辛辣な風刺に富んだ名作です。私は今、千駄木にある夏目漱石の旧居跡に来ています。夏目漱石は吾輩は猫であるの執筆を当時この場所にあった借家で行っていました。主人公の猫である吾輩は、夏目漱石が住んでいた頃に迷い込んできた猫がモチーフになっています。これらのことから、この夏目漱石の旧居は猫の家と呼ばれています。現在は旧居をイメージした猫のモニュメントが設置されており、街行く人たちを楽しませています。漱石が斎藤阿具から借り受けていたこの屋敷には、それ以前に森鴎外が住んでいた時期もありました。屋敷は現在愛知県にある明治村に移築され、一般の方にも公開されています。今回の収蔵品展では、ふるさと歴史館所蔵の吾輩は猫であるの上編、中編、下編が展示されています。漱石はこの吾輩は猫であるを執筆した当時、千駄木の借家に住んでいました。借家の家主は西洋史学者である斎藤阿具でした。斎藤阿具は明治36年から38年までヨーロッパに留学し、その後仙台にある第二高等学校に赴任していました。その際に空き家になった家を借りたのが友人である漱石でした。当館に所蔵されている吾輩は猫であるの3冊は、実は漱石から阿具に送られたもので、上編に漱石、下編に阿具の書き込みがあります。上編の漱石の書き込みとしては、吾輩は猫であるは漱石が阿具の家を借りていた時に書かれていたことや、阿具がこの家に戻った記念に本を送ることが書かれています。下編の阿具の書き込みには、阿具が千駄木の家を開けてた際にドイツや仙台にいたこと、漱石が早々に引っ越してくれたおかげで阿具が東京に戻った時にこの家に住めたこと、
漱石がこの本を送ってくれたことへのお礼が書かれています。その他、猫に関する展示ではこんなものもあります。こちらは猫の処画会の様子を描いた審判猫づくし。絵の中にはたくさんの猫のほかに、よく見るとウサギやネズミの姿も描かれています。こちらは小石川猫又橋を舞台に妖怪の猫又が登場する浮世絵です。猫とくれば次はやっぱり犬ということで、続いては犬にまつわる作品に注目してみましょう。文京区に墓所がある曲亭馬琴執筆の南宋里見八犬伝は、室町時代後期を舞台に阿波里見家の姫伏姫と神剣八房の因縁によって結ばれた8人の若者八犬士を主人公とする長編伝記小説です。こちらの資料は小石川西富坂の図。この浮世絵は歌川広景によって描かれ、安政6年12月に発行された江戸名所道化尽くしとするシリーズ50枚のうちの1枚です。この頃の西富坂の道筋は現在の歴戦公園を通り、中央大学理工学部に抜けていたと考えられています。浮世絵では棒手振りが急な坂道の途中で犬の喧嘩に足元を取られ、果物を道にばらまいている様子、そしてそれを拾うのに集まった人が転んだり、果物を口に入れてしまったりする様子が見て取れます。この坂道で起こった一瞬の出来事が写真のように切り取られていて、見事に描かれています。またこの坂にはかつてトビが多くいて、女性や子供の持っている食べ物を取ってしまうということから飛び坂と呼ばれており、そこから転じて富坂になったという説もあります。富坂の名前の由来の一つに動物が関連しているように、区内の坂の名前や地名にも動物が由来となっているものがあります。こちらは大塚にある白鷺坂。昔この辺りにあった旧宇和島藩伊達家の庭に白鷺が住んでいたことから白鷺坂と呼ばれるようになったとされています。こちらは音羽にあるネズミ坂。昔この付近にネズミ谷と呼ばれる場所があり、そこへ通じていたことからネズミ坂と呼ばれるようになったとされています。春日にある北野神社境内にはある岩が祀られています。鎌倉時代、この地を訪れた源頼朝公が当地にあった岩に腰掛け休息したとき、夢の中に牛に乗った菅原道真公が現れ、二つの喜びがあると告げます。すると翌年その喜びがあり、頼朝公がこの岩を祀り、牛天神が創立されたと伝えられています。以来境内にある牛の形をした岩を撫でると願いが叶うと言われています。歴史ある町文京には、人々の傍らにあった様々な動物たちのエピソードが隠されています。皆さんも機会があれば文京の動物たちを訪ねる小さな旅にお出かけしてみてはいかがでしょうか。